海外、日本は欧米のはるか先にいた。35年前の日本アニメの技術の高さに外国人が衝撃。日本のアニメといえば世界的に大変人気があり、日本といえばアニメの国と考える外国人も増えてきているであろう昨今、そんな日本のアニメ業界は古くから様々な名作を生み出してきましたが、数十年前に制作された作品でも非常にクオリティが高く、現在でも高く評価されることが多々あります。今回の記事では30年以上前に制作された作品が外国の方々の間で注目されているのですが、皆さんその時代にそぐわぬ技術に驚いているようなのです。そちらについて早速触れていきたいと思います。1987年にリリースされた日本の OVA オリジナルビデオアニメーション作品、メタルスキンパニックマドクス01。制作は1978年から1997年まで存在したアートミックで、自衛隊や米軍などが共同して完成させたパワードスーツスレイブトルーパー。マドクス01と偶然にも接点を持ってしまった。平凡な若者が壮絶な戦いに巻き込まれていく様子が描かれています。今回の翻訳元ではエヴァンゲリオンなどで知られる庵野秀明氏が原画を担当した作品の冒頭部分が紹介されているのですが、その技術の高さに外国人から驚きと絶賛の声が相次いでいました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。細部のこだわりがすごすぎる。これを作ったスタッフたちに100点満点をあげたい。この作品はアニメーション技術は素晴らしかったけど、脚本はその質に全く見合ってなかった。バブル崩壊前の現代日本の黄金期、アニメを含めてあらゆるものにお金がかかってた。芸術は生活を反映するんじゃないかな。ヴァンパイアハンター D の作画もやばかった。 OVA だからってことも忘れちゃいけない。基本的には単発で予算も潤沢だったんだ。最近だって素晴らしいアニメはたくさんある。例えばバイオレットエヴァーガーデンとか。日本のアニメーションは時代に関係なく欧米の遥か先にいたことがわかるね。これが全部手書きで作られてるんだもん。本当に驚異的としか言いようがないでしょ。いかがでしたか？同じ胸の意見をおっしゃっている方もいる通り、アニメーターの技術の問題ではなく、予算や環境の変化により現在では当時と同じ作品を作ることが難しくなっているのだと思います。なので、アニメーターの質が落ちたと考える方がいるとするならば大きな間違いです。ただ、個人的に思うことは、もう当時と同じ作品が作れないからこそ、昔の作品が魅力的に見えるものだと思うのです。これはアニメや映画だけでなく、すべてのことに当てはまるでしょう。もし似せて作ったとしても、どうせ違う、こうじゃないと、叩かれることが想定できます。そうとなればアニメーターたちも、なすすべがないですよね。外国の方々が日本のアニメに熱くなっていることは嬉しいですが、アニメーターというものはきっと想像以上に苦労の多い職だと思うので、当時と同じアニメが作れなくても仕方がないのかな、程度に受け止めてもらいたいところです。次回お会いいたしましょう。